おはようございます。1月18日木曜日、暮らし研究ラジオの時間です。この番組は暮らし方をテーマに様々なジャンルを研究するラジオです。あなたの暮らしに光を注ぐ住まいづくりナビゲーターゆりんこと上村さゆりがお送りします。ちょっとだけ沖縄も暖かくなりましたけれど、来週24日ムーチーの日、天気予報でも来週は冷え込みの予想です。いわゆるムーチービーサーがやってくると思うと気持ちだけでも震えてきます。といっても家の中では半袖で震えるなんてちょっと笑ってしまいますけどね。この番組ではリクエストとメッセージを募集しております。暮らしのことや今日あったこと、誰かに聞いてもらいたいこと、思い出の曲などもリクエストしてください。ファックスは 098-943-0094、 メールアドレスは 797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com です。ツイキャスからのコメントも大歓迎です。 FM ギノワンではホームページから映像と音声をネット配信していますので、こちらもぜひお楽しみください。ツイキャスはツイッター連動ですので、たくさんツイートお待ちしております。サイマル放送でも聞くことができます。リスンラジオで FM ギノワンを選曲してくださいね。こちらからでも完全全編同時放送をお楽しみいただけます。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページ、こちらにあります再生ボタンをクリックしてください。スマホでお聞きの場合は無料アプリリスンラジオをダウンロードしてください。そして全国のラジオ局から九州沖縄 FM 機能案を選曲してくださいね。今日もどうぞ1時間お付き合いください。オープニングは嵐でオンリーラブをお聴きください。改めまして、微妙な時間のおはこんにちはです。1月18日木曜日11時を回りました。暮らし研究ラジオの時間です。今日も元気に聞いてますか？沖縄県宜野湾市旧名の窓からは東シナ海の水平線が今日は全く見えませんというような薄雲がしっかりとかかったお天気の、FM 宜野湾のスタジオから生放送でお送りしています。はい、毎日眠いです。
眠いですから始まっちゃいけないんですけどね、最近私、最近と言いますか先週あたりですね、お寝坊が続いていまして、その時思ったのが、どうやったら起きれるようになるのかなというふうに、思いまして、で寝坊をしないようにするために、早起きができたら、また早起きが続けられたら、ご褒美を自分にあげることにしようと決めたんです。まだ何をご褒美にするか決めていないんですが、とある友人がですね、寝坊をご褒美にしたらなんて、早起きして早起きができたら寝坊ご褒美って言ったら一体どうなるのと思って、何じゃそれはということでですね、ちょっと戸惑った私です。はい、皆さんもどうでしょうか、今の季節、布団から出たくない病を発症しておりませんか。私はもう見事に発症しておりまして、まあどうにか今週になってからはどうにか起きれるようになっています。頑張りましたよ。はい、それではですね、まず最初に1曲聴いていただきたいと思います。これ私はこの CD から曲を流すの実は初めてなんですが、やってみたいと思います。木山商店で、僕らの島です。聴いてください。
ただいまお聞きの番組は、住まいづくりナビゲーターゆうりんがお送りする暮らし研究ラジオです。はじめに上映会のお知らせがあります。沢口靖子さん主演の映画校庭にこち吹いて、沖縄では2月11日日曜日14時から、宜野湾市民会館大ホールにて上映されます。一般1000円で小中高生が500円となっております。 DVD は、まだ出ておりませんので、上映会でのみ鑑賞することができます。この機会にどうぞ、ご覧ください。特に教育関係のお仕事をなさっている方には必須の映画じゃないでしょうかと思います。それでは、次のコーナー参ります。沖縄料理を研究ということで、今日はですね、沖縄料理、沖縄の餅についてお話ししたいと思います。あ、ツイキャスからコメント入ります。はい、さゆりさん、おはにちはになってますね。六さん、ありがとうございます。はい、また今日も沖縄の話題頑張って、届けていきたいと思いますね。はい、今日ではないんですが、来週の水曜日、24日になりますが、沖縄では旧暦で12月8日ということで、ムーチーの日でもありますね。なので、今回ですね、どうせならということで、いい機会ですので、餅についてちょっと、お話ししたいと思います。沖縄の餅というのは、まあ、何種類かありまして、ムーチーもそうなんですが、まあ、ムーチーはですね、ゲットの葉に包んで蒸して、特に子どもたちが喜んで食べているという感じがあるんですけれど、その他にですね、まあ、お祝い事、特にお正月とかにナントゥというのがあります。ナントゥ、ちょっと茶色っぽい、まあ、ゲットで蒸すのは一緒なんでしょうけど、ちょっと茶色っぽくてちょっと硬いお餅がありますね。で、ピーナッツで、ちょっとか飾られててですね、この星形っていうのかな、あと白ごまとかでやってるのに、なんとなく見た目可愛いんですね。ちっちゃい頃ですね、このナントゥよりもこのピーナッツが、はい、ピーナッツが食べたくて、ピーナッツだけを食べて怒られた記憶もあります。これ調べてみるとですね、ナントゥは餅粉で、作った餅に、黒砂糖と赤味噌と、そしてピパーチが入ってたんですね。だから、あれ生姜かなと思ってたんですけど、まあ、生姜は多分月桃の香りからする生姜風味っていうのがあったんだと思うんですが、ちょっと辛みがあるのはピパーチでしたね。やっぱりこの、はい、飾りの、ピーナッツが、まあ、特徴ですね。はい、そしてウチャヌクっていうのが、まあ、ちっちゃな餅なんですけど、ちっちゃい中にもやっぱり、大中小という餅がこう3段に積み重なっている。まあ、鏡餅はだいたい2段なんですけど、ウチャヌクは3段ですね。で、別にその上におみかんは飾らないんですけれど、よくこのウトウト、まあ、なんかちょっと、神様の、ことをやったりとかするときは必ず使うっていうようなお餅です。そうですね、毎年12月24日旧暦です。クリスマスイブではなくてですね、旧暦の24日にはですね、グアンブツチといって、今まで家の中を守っていた神様がですね、家のことを、上に天の方に報告するということで、グアンブツチというのがあります。その時にも、まあ、これね、すごくね、いいなと思うのが、いいことだけを伝えて悪いことは伝えないでよみたいな感じで、お祈りして持って行ってもらうんですけれど、その時もこの、ウチャヌクとかをね、置いて、あと、まあ、お線香をですね、だんだんにこう、火をつけていくと、こうちょうど階段が上るような感じで、ついてきますね。そうやって天に上るということです。もちろん登った、神様はちゃんと降りてこないといけないので、それはですね、1月の4日に降りてこられます。はい、あとはですね、まあ、ムーチーとですね、あとフチャギというのがあります。フチャギっていうのが、白餅にですね、
小豆、まあ、もちろん茹でた小豆なんですけれど、それがあのベタベタくっついてて、ちょっと多分ね、あのその小豆少しだけ塩味してるんじゃないかなと思うんですけど、私まあふちゃぎ作ったことはないので、実際どんなものかなっていうのはわからないところではありますが、まああのまあ、イメージは想像してみてください。で、まあ、柔らかいお餅なのでそのままパクッと食べます。あ、そうそう、ふちゃぎはどういった時に食べるかというとですね、大体この、九州の名月、中秋の名月、旧暦の8月15日あたりのこの十五夜ですね。十五夜の時に、まあ、これをふちゃぎをちょっとお供えしてですね、そのままあの食べるとか、そういう感じですね。一応これあの、ま、小豆っていうのはあの魔除けの効果があると言われているので、そのまま使うことでですね、あの無病無災を、祈願しますということです。あとはあの先ほど言ったあのムチとですね、それとよくあの親事っていうか、行事に出てくるのが、重箱にお餅がこう丸餅なんですけど、こう詰められているんですが、本来は白餅だけだったらしいんですけど、まあ、白餅だとあまりみんな食べないからということで、あん餅になったりとかするんですけどね、私は断然白餅がいいです。であの行事の時にこう最後にこうごちそうとか分けていくんですけれど、白餅に関しては、はい、私の、まあ取り分というかそんな感じで、みんな分けてくれますね。であん餅はこの白の中にあんこが入ってですね、まあ、おはぎの逆バージョンと思った方がいいのかな。でこのに入ってるあんっていうのはあのこしあんじゃなくて絶対粒あんです、はい、なぜか、沖縄では、あん餅って言っても粒あんになりますね。あとあの黒糖とかで、あの最初からあの餅粉に黒糖を混ぜて甘い餅にしたりとかですね、あとよもぎを入れたりとかしてちょっと緑っぽいお餅を作ったりとかしますね。で、まあ、そういったのもあのお正月ももちろんだし、これからシーミーもありますし、お盆もありますし、そういった時に重箱の中にそういったお餅もあるっていうのが沖縄の、情景ですね。はい、なんかあの、ムチのことがあったので、お餅の話をしてみたいなと思ったんですけど、ムチの話は確かね、去年にその話も、させてもらったんですけれど、まあ実際18禁のお話なんで、この真昼間からは私は喋れませんということで、もし機会があったらちょっと、ググってみてください。沖縄のムーチ、あの漢字で書くと鬼に餅と書いてムーチと読みますが、そういう風な内容もあります。まあ、これもですね、あの月桃をこうちゃんと蒸すので、すごくなんかいい香りがするんですよ。なもんで、これがですね、まあ、好き嫌いあるって言ってましたね。あの私の勝手なる、考えではですね、この月桃で蒸されたこのムチが、家の中をですね燻蒸してくれるので、その年の風邪とかが引かなくて済むのかなというふうに勝手に感じております。本当どうなんでしょうねっていうか、そういうふうに決めたいなと私は感じてます。実際この月桃の葉というのは、畳の下に入れたりとかですね、そういう感じで虫除けにも使っています。まあ、月桃スプレーというのも販売しているくらいですから、かなり効果はあるんではないかなと思うんですけど、でもね、うち の庭というか、玄関先に生えている月桃の葉っぱなんですけど、カタツムリに食べられてたりとかですね、アリの道が入ってたりとかするので、これ絶対に、虫除けではないんじゃないかななんて思ってるんですけど、逆に虫の方がこの月桃の耐性がついたんでしょうかね。そういう風に思ったりもするんですけど、どうなんでしょうこれ研究してる人がいたらぜひぜひコメントくださいませ。はい、
それではですね、ムチの話もしましたけれど、ムチだけじゃないんですね、沖縄 の、 年中あるこのお餅についての話をさせていただきましたけど、沖縄ってあまりこのお餅を食べるっていう感じは見られないかと思います。確かに考えてみたら、このいろりとかでこう餅を焼いて、それをなんか、磯辺巻きみたいな感じにして食べるっていうのはあまりやってないですね。もちろんスーパーに切り餅も売ってるんですけれど、そういう餅じゃなくてですね、沖縄の場合はやっぱり餅粉にして、餅米をこう炊いたものをこうつくわけではなくて、このもち米をですね、最初に粉にして、それを、水でこねたりとかして、その後に蒸すというのが沖縄のスタイルかなというふうに思いますね。で、行事が多い沖縄ですから一年中あってですね、で特にお供え物っていう感じがするものです。はい、ロクさんからごめんなさい、ちょっと忙しくてコメントできないんでということで、大丈夫ですよ、お耳だけ聞いてもらえれば、はい、結構です、お願いしますね。はい、はい、それでは次の曲参りたいと思います。これはですね、先週ですね、ナンシーさんからコメントがありました、こちらワンネス、星野セイラさんのワンネスですね、こちらの方をおかけしたいと思います。ではお聞きください。
今日の片付けのコーナーです。はい、今日はですね、何をお話しするかというと、モチベーションのアップのためということでですね、お片付けしたくない時っていうのがやっぱり出てくると思います。私だけかな。そういった時のためにですね、モチベーションアップのために片付けしたくない時は、まあ本当は毎日のちょっとずつの整理が大事なんですけれど、ご褒美で釣る方法です。先ほどですね、お寝坊したっていう話をしたんですけど、その時にご褒美で自分を釣ろうかなと思ったんですけど、例えばこれってね、片付けにも使える技なんですよね。で、まあ、例えばですが、まあ、毎日ちゃんと片付けができたら、まあ、3日できたらケーキをとかですね、1週間できたら映画見に行くとかで、それからですね、1ヶ月できたら、じゃあ、服を買うとかですね、あと高級ランチを食べに行くとか、そういったものもいいですね。自分とのお約束なので、まあこの期間に応じて、それぞれのご褒美があると少しモチベーションが上がる。で、これ私だけかなと思うんですけれど、まあ、そういった方法がありますよということでですね、どうしてもなんかやる気ないっていう時ってありますよね。でもやる気ないって言っても、毎日顔を洗って歯磨きはします。もう習慣になってるからなんです。で、こういうふうに習慣化するっていうのが、習慣化するまでが本当は、とっても大変でですね、今私もいろいろとこう習慣化を目指して頑張っているところもいろいろあるんですけれど、でそのうちの一つとして、このお片付けっていうことを習慣化するためにですね、やっぱりこれ毎日お片付けしないとなんか気持ち悪いっていう風に、お片付けやってないと寝られないっていう風なところまで持っていくと、もう絶対に片付けるっていうことになるんですね。で、そういう風にするためのご褒美をで、釣るっていう方法を教えたいと思います。で、私はこの他の方ことでですね、お片付けじゃなくてですね、別のところで今やってるのがブログを毎日書くというところを作っているんですけれど、私にとってブログを書くっていうのがすごく辛い作業だったりとかします。で、書こうと思っててもですね、結局もう嫌みたいな感じになったりとかして、ということはやっぱりこの書いてこのアップするっていうのが、私にとってはすごくハードルが高いのかなということで、今私が、特にもう本当に、最低限ということで、このくらい誰でもできるでしょうっていうくらいまでこの目標を下げまして、下げた内容っていうのがですね、ブログの、管理画面を上げて新規投稿っていうところのクリックをしたら、そこでアップの OK っていうふうに自分に許しを出したんですね。そうしますと、なかなかね、投稿できない日もあったりとかするんですけれど、とりあえず毎日開けていられるので、目的は達してるのかな。これからやっぱり少しずつこの目標を上げてですね、ブロガーさんみたいにですね、ちょっと長い文章まで書けるように頑張っていきたいななんて思っています。私の方法でした。それではですね、次の曲参りたいと思います。こちらがですね、すごく懐かしい曲になりますよ。キャンディーズで春吉パン。
はい、面白建築用語のコーナーになりました。今日のお話はですね、通り心というお話をしたいと思います。通り心って聞いたことないかと思いますけれど、よく図面とかにあるとですね、縦横に線が入ってあって、その先っぽの方に丸い、中にですね、なんかアルファベットなり、数字なりが入ってくるものがあるんですね。それが通り心というものです。で、通り心はですね、各社多様といいますか、いろんな方法を使っておりまして、例えば木造住宅の、会社とかだったら、いろはにほへとというのもあったりしますね。通常はだいたいそうですね、1,2,3,4 と ABCD とかそういったのが多いかなと思うんですけれど、中には、水平方向 X1、X2、X3、垂直方向というか、縦の方になるのを Y1、Y2、Y3 なんてやってるという、そういうところもあったりします。大体においてそうですね、木造建築の場合は900mm 間隔で、一つ一つこう全部が通り心ついているんですけれど、 RC 住宅 RC の建物に関しては必ずしも、910ピッチというわけではなくてですね、910というのは900トーミリ10ミリのことですね。要は91センチ、これ借款法から一番近い数字を持ってきているというところではあるんですけれど、昔からの大工さんもそのまま新しい数字でもって作りやすいっていうもので作られたもので、ほとんどの、木造系の、住宅メーカーとかこの900トーピッチを採用してますね。でところがこの RC、鉄筋コンクリートの場合だと、鉄筋コンクリートって必ずしもこの91センチに合わせなくても物が作れちゃうんですね。ですから特に、そういった感じではなくて、この柱の間隔っていうのがほとんどの場合、この通り心に当たる場合が多いです。で、柱というのはだいたい5メートルとか6メートルとかボンとぶっ飛ばしたりとかしてますのでね、そういったところで、通り心を X1、X2、Y1、Y2 なんてやったりして、でなおかつですね、大きな壁があったりとかすると、それも通り心に入れてたりとかします。これ通り心は必ず柱間隔につけなきゃいけないなんていう、そういう決まりはありませんので、要は設計者が設計しやすくて、また施工する人もですね、その、基準を持って自分たちでこの、作りやすくなる。また例えば電話で聞いたりとかすると、 X1 通りのところの壁さーなんていうふうに、話して、そうするとこの電話でもですね、対面で打ち合わせしなくても、電話でもちゃんと打ち合わせできるという、便利な仕組みになってます。でこの、通り心なんですけれど、これって、2階になっても3階になっても通り心自身は基本動きません。基本っていうのは動く場合もあるということなんですけど、動く場合はですね、ちゃんと、例えば X1、ダッシュとか2ダッシュとかそういうふうにして、ちゃんとこの X1 の1階の X1 のラインじゃないよっていう、暗黙の了解をちゃんと流してますので、そういうふうになれますね。そんな感じでですね、なんでそれをやるかというと、とにかくこれがないと作りにくいっていうのが正直あります。基準になるんですね。でこの、X1 からいくつ離れたところに小壁があるよとか、そういった感じでみんなが周知してできるようにしているものがこの、通り心というものなんです。だから実際の通り心というのは出来上がった時には全く見えなくなります。で
あの当事者っていうのは、まあ、作ってる間もだいたいこの当事者のところに壁が来る場合が多いので、ほとんど見えなくなるんですけれど、見えなくなるんだったらちょっとあの壁面とかいつでも見えるところにすればっていう風な声も聞こえそうなんですけれど、そうするとですね、あのどうしてもこの建築のものっていうのは手作りなので、ちょっと微妙に動いたりとかするんですね。そうするとあの外側に合わせたものがちょっとあのずれたりとかするので、やっぱり一本芯を通した方がいいので、真ん中に持ってくる場合が多いです。そしてこの真ん中に持ってきたらあの見えなくなるっていう心配があるんですけど、大丈夫です。施工するときは返り芯っていうのを作りますので、ここからですね1メートル離れたところに、まあ、仮の芯を書いてますよということで、返り芯っていうのがありますので、ここをまた基準にして作るようになりますので、まずこの返り芯はですね、あのもちろん必ず1メートルじゃないといけないということもなくてですね、その現場によって作りやすい方でですね、例えばあの30ミリということ3センチの返り芯を打ったりとかもしますのでね、その状態って言いますか、様子を見ながら見てみてもいいのではないかななんて思いますね。なんかあのバーッと説明してしまったんですけど、なんとなくお分かりになったかなと思うんですけれど、まあ、あの分からないということがありましたらですね、お気軽にですね、質問でも投げかけていただければと思います。よろしくお願いします。はい、それではですね、はい、もう建築のお話からは離れまして、次の曲へ参りたいと思います。アスカで月が近づけば少しは増したということ、曲をお聴きください。
ただいまお聞きの番組は FM 木の庵から生放送でお送りする、暮らし研究ラジオです。本日の放送はいかがだったでしょうか。今日も1時間あっという間に過ぎてしまいましたので、そろそろお別れの時間となりますね。ここでお知らせいたします。上映会のお知らせ、2月11日の日曜日、宜野湾市民会館大ホールにて14時から、沢口靖子さん主演で皇帝にこち吹いて、こちらの方が、上映されますので、こちらの方もぜひご参加ください。そして、認定講座のお知らせです。1月21日整理収納アドバイザー、今週の日曜日ですが、整理収納アドバイザー2級認定講座を那覇市のティルルで開催いたします。こちらの方も若干お席ありますので、どうぞ、興味のある方はお問い合わせください。そしてルームスタイリスト2級認定講座、2月14日の水曜日になります。こちらの方はですね、募集開始、実際まだしてないんですけれど、はい、まあ、受け付けますのでどうぞお問い合わせください。そういった中でですね、また、来週の日曜日はですね、沖縄市の方でもイベントがありますので、こちらの方無料の、講演もありますので、興味のある方ですね、ぜひお越しくださいませ。はい、そして、詳しくは沖縄、暮らし研究所ということでホームページを検索してくださると助かります。上村さゆりのフェイスブックメッセージ、もしくはメール、住まいアットマーク暮らし、ハイフン県ネット、こちらスーマーイディアットマーク、クーラシハイホン、県が、ken.net ですね。電話番号が090-1364-5377です。こちらまでどうぞ、お気軽にお問い合わせください。暮らし研究ラジオ、この番組ではスポンサー募集しております。詳しくは FM 宜野湾、こちらの方が098-943-0094、メールアドレス797@fmginowan.com までお願いいたします。エンディングは嵐でいつまでも、時間までお聞きください。それではまた来週も聞きに来てくださいね。お相手はスマイルづくりナビゲーターゆりんでした。バイバイ。